参ります。何かを発見しました。結構いい景色なんじゃない？
ターグライド。了解しました。私の出番ね。これでどう？安心して。お任せを。もっと効率的に戦えそうです。ハンターグライド、私の出番ね。グライダよ、バルキリーハンマー。やっ
僕の出番かな。私の出番ね。まだこんなもんじゃねえぜ。お任せを。ハンターグライド。行くわよ。了解しました。何かを発見しまし何かを発見しました。任せて。古い遺構が見えてきましたね。
あそこが採取場でしょうか。皆さん行ってみましょう。何かを発見しました。何かあるみたいだね。参ります。参ります。
誰かを発見しました。何かを発見しました。やっ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 はっはっはっ、何かあるみたいだ。宝箱だよ。何かあるみたいな。
るんだ。バルキリーハンマー。何かを発見しました。何かあるみたいだ。沈む。何かを発見しました。ちょっと強くなれたかな。沈むよ。何かを発見しました。押し潰す。置いてくれるかな。
沈むよ。何かあるみたいだ。深淵に沈むね。何かを発見しました。それ
了解しました。任せて。一番大きく描かれてる人物は外の心臓に似ていますね。うん、主神グリムニルだね。仮面をかぶってるから多分百年戦争以前に描かれたものだ。周りに従っているのはおそらく半神の戦士たちだね。半神？グリムニルは
半分人間で半分神様の戦士たちを刺激したんだ。おい、アドルニ坊主、あっちを見てみろや。あれは、まさか、これってグリムワルドの夜。見たことあるような魔物たちも描かれているわ。うん、間違いなさそうだ。魔物たちと戦っているのはグリムニルの半身たちか。グリムワルドは遥か昔から繰り返されてきたということですね。アプリリスさんが言った通り。詳しいことはこれだけじゃまだわからない。でも歴史を紐解くことで見えてくることはありそうだ。じゃあこれで一歩前進ですね。地下墓所はまだ奥へ続いてるみてえだな。神器くせえ場所で気に入らねえな。いっぺんに調べちまうか。でも魔物と戦っているのは怪人ではなく半身の戦士。どういうことなんだろう。ねえ、あそこ。すごい建物のようにも。この距離だと何とも言えないけど、この町には僕らの知らないことがまだまだたくさんあるね。